島津海、鹿児島県出身、放駒部屋、佐渡ヶ嶽部屋。3勝3敗、あの種子島からそうですか、応援が来るんではないかと聞いている。さあこの一番どうでしょう。踏み込んで左を前回し、それを切りに行った武将山、切れた。もう一度下から下から左突き落とし、武将山の勝ち。右が入りました、もろ差した、島津海の攻め、寄り切り。理想の相撲でしたね。初顔合わせ、幕内実績十分碧山に島津海らしい相撲で勝ちました。おそらく琴勝峰突っ張ってくるでしょうか。島津海中に入れるか。右が入って左巻き替えるところを出ました、琴勝峰の勝ち。このあたりは中に蹴ろうという島津海、攻め込んでいった大奄美、勝ちました。1敗島津海、敗れて1勝3敗です。弾いた水戸龍、島津海が右がまず覗きました、上手を許さない、左を巻き替えに行く、巻き替えに行ってそれを抱えろという水戸龍です。島津海の左は窮屈、小手投げこらえてもろ差し、島津海ただそれをカイナを決めにいっています。水戸龍こらえました、寄り切り、島津海に勝ちました、2勝3敗。水戸龍敗れて3勝2敗です。鹿児島に西の表出身の島津海が勝って館内から拍手を浴びました。落ち着い、頭で行きましたが輝き中に入った一気の攻めだ、島津海左は万歳のまま、そのまま攻め込んでいきました。島津海3勝3敗、かなり島津海の応援が多いですね。そうですね、あの正面の末席なんですけれども、はい、場所の序盤に島津海本人に話を聞いた時には、はい、6日目にあの種子島からそうですか応援が来るんではないかと聞いていると話してましたので、じゃあその応援なんですかね。おっと今日も右に動いた大翔馬、今度は左からのいなし、泳がせた、押し出し大翔馬。勝ち上げ、しかし前回しを取って速い中に入った島津海、島津海の相撲です。一気の寄り、寄り切り、島津海がいい相撲で勝ちました。千代翔馬としたらね、防ぎたいよね、はい、頭からいった千代翔馬、左四つです。上手から攻めていきます島津海、ちょっと上手が深い、一枚に変わった、持ち上げるように寄り倒し、島津海勝ちました、5勝4敗、白星先行。どちらかというと左四つは千代翔馬の形ですけれども、構わず出ていきました、一つ息を吐いた。千代翔馬は敗れて5勝4敗です。落ち着いて、もろ差しに中に入った島津海、一気の攻めだ、島津海が勝ちました、6勝目。これは気迫の相撲を取りました。いや親方素晴らしい相撲でしたね。いやもうこれ以上ない相撲だったと思いますね。今日は左の前回した島津海、右四つの展開、高橋も力が出る、下手投げよくこらえた、押し出し
島津海7勝目。表突きの東白龍いなしました。そこを島津海、おっと下から当てがって東白龍が押し返しています。押し出しました。東白龍が勝ちました。大事な一番、東白龍が制して島津海今日の勝ち越しはなりません。左は前回しから島の海、圧力島津海巻き替えた。あっと力を抜いてしまいまして秀ノ海寄り切り、島津海が勝ちました。9勝5敗秀ノ海敗れて6勝6敗、2日の休みですから秀ノ海はこの場所の負け越しという成績になりました。島津左の前まし狙いに行った。左四つで天空海が頭をつける。もろ差しを狙って巻き替えた天空海が出し投げ、それもこらえます。島津海寄り倒しました。島津海勝ち越し。アクアは負け越しです。入門以来この11月場所勝ち越しを続けていましたが、初めてこの場所で負け越しが。おっつけが効いた。横についた島の海の勝ち。島の海9番、島津海も9番ということになりました。下からのおっつけ